これまでの準々決勝、準決勝を振り返ってみて、解説のサスケさん、いかがでしょうか。そうですね、まず準々決勝ですが、大御所選手対、チュンロン選手、こちらはですね、惜しくも、敗れてしまいましたが、そうですね、投げの神、大御所さん、はですね、浦谷四郎千鶴という組み合わせで、かなりいい試合の流れに、持っていったと思います。もう一つの、準々決勝の方なんですが、ターコーさんと、雪乃さんの試合なんですが、こちらは、3立てという結果になりましたが、先方よりはですね、非常に爆発力のあるキャラだったので、いろいろなことが、噛み合ってしまって、そういう結果になってしまったと思います。して、準決勝、シャオハイ選手と、極限道選手、こちらの試合も、非常にいい試合でしたが、体力差が響いて、シャオハイ選手が勝利といった形で、して、今の試合ですね、準決勝第2試合、ターコー選手と、チュンロン選手、こちらは、先方前で、空中戦を制して、翻弄したといった形でしょうか。わかりました。さあ、そんな勝ち上がってきた2名がこれより戦います。いよいよ頂点です。勝者はただ一人です。決勝戦、選手の入場です。海外エリア上海代表シャオハイ、スーピー側海外エリア北京代表チュンロン、さあ、これから決勝を戦うお二人に一言ずつコメントいただきたいと思います。来到决赛很不容易啊，而且对手是成龙大哥，以前的中国第一，然后刚才又赢了广州的大口，这次比赛有点紧张，不过我会全力以赴的。相手は青龍のお兄さん、大口に勝って、でも僕は頑張ります。我说一句，翻译一句。等了四年，终于我站到这个舞台了。下面的成绩我会好好打的，但是我希望小孩能赢我，因为他是中国的未来。谢谢。闘撃に参加したことは4年間の前でした。で、今日はやっとこのステージの上に上がられてとても嬉しかったです。でも、リトルボーイはシャオハイさんは、中国の未来ですので、ぜひ、勝ってもらいたいと思います。さあ、とにかくでは両選手握手をして、はい、波動から丸9年をかけてこの闘撃の舞台で98の頂点を決める瞬間が近づいてまいりました。
くしくも海外勢同士の対戦となりましたけれども、若干17歳シャオハイが勝つのか、それとも先輩学チュンロンが勝ってしまうのか、2人は精一杯頑張っていただきたいと思います。それでは参りましょう。東撃ゼルツムファイナル、ザ・キングオブファイターズ98決勝戦、レディーファイト。さあ、ついに KOF の東撃タイトルの海外流出を許してしまった。だが、ここまで来たこの強さは本物。非常的骄傲，因为中国人有这么强的选手，然后这次我说明了我是来拿冠军的，这次就多谢这里的奖金了。ここまで二人中国人決勝まで出て、本当に中国人素晴らしいと思いますので、今日は本当に悪かった、賞金を持ち帰ります。本当にそう言ってたんだね。言ってました、言ってます。さっきからすごい怪しい。本当です、言ってました。本当に本当だね。本当に分かりました。
優勝したシャオハイ選手本当だというね、受賞したシャオハイ選手と、そして通訳の牧師さんにもう一度大きな拍手をお願いします。